こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。島嶼防衛は、日本が今肝煎りで推し進めている。水陸機動団など佐世保を軸として日本を守ってくれる機動団になる。現在1、2水陸機動連隊が現在任務についている。そこに第3水陸機動連隊を創設するとの話が入ってきた。ここになんと誘致を希望している市があり、誘致活動も活発化してきた。そこに必須とされている佐賀県へのオスプレイ配備計画。地元の反対をどう説明するか。今後、大事な鍵となる。やはり、佐世保の水陸機動団とオスプレイの密接した関係は切り離せない。では、もう少し詳しく見ていきましょう。2018年3月に新規に創設され、日本の南西諸島をはじめとする数多くの離島の島嶼防衛の要として早期の戦力化が期待されているのが陸上自衛隊の水陸機動団だということができるだろう。水陸機動団の部隊の性格を表す言葉としてはよく日本版の海兵隊という表現を目にするが、まさに有事の際に2艘した離島への迅速な上陸と展開を目的に行動する最前線の実動部隊といえよう。現在陸上自衛隊の水陸機動団は長崎県佐世保市の藍の浦駐屯地に第1、第2の2つの連隊が配備されており、今後追加で第3の連隊の設置も検討中であり、陸上自衛隊の中でも島嶼防衛の比重の増大がうかがえる。現行の水陸機動団はかつての西部方面普通科連隊を改組再編成した部隊であり、基本としては3個連隊約3000人規模での運用とすることが見込まれており、ここに検討中の第3連隊も含まれている。なお、自衛隊の各部隊の駐屯にあたっては地元自治体などから反対の声が上がる状況もしばしば起きているが、佐世保市市議会はこれから創設される第3連隊についても同市への設置を希望していると報じられた。佐世保市市議会のこうした要望の背景には、戦前より軍港の町として栄えた同市が人口減少や産業誘致が厳しい環境にさらされていることの反映だと思われるが、表向きには既存部隊との連携が挙げられている。ただ自衛隊、政府としての方向性としては、かつての冷戦時代に対ソ連の上陸抑止の重要地点であった北海道への設置も視野に入れている模様で、日本列島の南北への水陸機動団の配置の可能性もありそうだ。水陸機動団の第3連隊は、2023年をめどに設置される予定で計画が進められているが、果たして佐世保市の要望に沿う形となるのか、北の守りにも備えるのか、政府の決断に注目が集まることになるだろう。さて、水陸機動団という名称ではあるものの、初動の迅速な部隊展開の
足となるのはやはり航空機であり、従来からの機体である CH-47J 大型ヘリに加えて、アメリカ軍と同様に V-22 オスプレイも調達中である。日本で V-22 オスプレイと聞けば、2016年沖縄、名古屋市での墜落事故などから欠陥機とするネガティブキャンペーンが、どうしても目につく機体という印象が強いが、機能的には優れた機体だろう。 V-22 オスプレイはヘリと比較した場合 1.5 倍以上の速力と2倍以上の航続距離と人員輸送能力を持つ機体で、水陸機動団の運用・展開には欠かせない能力を備えた機体だということができる。陸上自衛隊が調達した V-22 オスプレイの1号機は、2020年5月に、まず山口県の岩国基地に到着し、同年7月に千葉県の木更津駐屯地への配備が行われたが、これは予定していた佐賀への配備前の暫定措置とされてる。政府としては佐賀空港を拡張し、新規に増設した駐機場に V-22 オスプレイを配備し、佐世保に置かれた第1、第2連隊との連動を機としていたが、用地買収のティエンヤ事故による反対活動を受け中断した形だ。V-22 オスプレイに限らず、軍用の航空機や艦艇、装備品で事故が発生した場合、その欠陥を隠蔽して、使用を強行しているかのように報じられることがあるが、効率と費用対効果に重きを置く軍の本質とは相容れない。陸上自衛隊は平成30年度予算までのこの V-22 オスプレイの調達を17機分獲得しており、今後随時納入されている同機を佐世保に駐屯する水陸機動団が効率的に運用するために、佐賀への配備は必須となるだろう。さて、水陸機動団だが、全58両のアメリカ製の水陸両用車両 AAV7 を保有しており、アメリカ海兵隊の約1300両以外では韓国の160両、台湾の90両に次ぐ規模の同車両の保有数となっている。興味深いのはやはり韓国や台湾が多数の水陸両用車 AAV7 を保有している点で、これは韓国は北朝鮮、台湾は中国と自国に上陸部隊を送り込む明確な仮想敵が想定されていることの表れだろう。日本も尖閣諸島をはじめとする南西諸島への中国の圧力の増大を受けて、水陸機動団を新設したこともあり、そうしたこの点では先行しており、他国の運用状況を参考に導入を決定したと考えられる。ただし、水陸両用車 AAV7 は1970年代の設計とかなり古いものともなってきており、アメリカでの代替車両の検討が行われていたものの、軍事予算の削減を受けて代替車両の調達は遅延している。しかし、日本でも陸上自衛隊の戦車などを一手に手掛ける三菱重工業が
アメリカのジェネラルダイナミクス社との新型水陸両用車の共同開発を開始したことが明かされており、いずれ試作車両等が公表されるだろう。アメリカ海兵隊では、BEA システムズ社が開発中の新型水陸両用車の採用を決めているが、同社は日本の三菱重工業との提携の協議中とも伝えられ、3社共同開発の新型車両がお目見えするのかもしれない。